笛の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、はい、なんでイタレとか。いや違いますよ、ホイティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。はや、だだだかしてみた。あ、うん、だ吹いてみようやど。あやっさや、あー分かった、どうぞどう聞いとくよ、せーの、どーれー。なに今のみんなと、ね、ハゲちゃべん、替えのパンツ。プリムーンラジオ、はい、皆さんこんばんは。11月28日水曜日、はい、はい、今のオープニングのあのジングル、水曜木曜日のモーニングイートでも使うそうです今決めましたちょっとしたテロです、だからね、はい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 、それとあのひとみん最高だったや、ひとみんのブログよ、ブログじゃないフェイスブック、あ今誰か来たね、はいはいはい、じゃあいいよ、あとこの話はあとからね、はいはい、サイディン太郎、うるまわりの、はい、MC もみえび、はい、はい、今年1年若いゲストが来るたびにイケペイからホワイティさんなんかあれでしょって毎回言われてます上がでしょ、年齢なんてね物差しでしかないの世の中の熟した熟女を全力で応援してます、はい、ホワイティにシャラでーす、はい、熟女なでじなと、はいはい、はい、あ、ミキさんのエコザイルでした、でした、あ、まだこれから今から、あ、始まるよ、はい、じゃエコザイルですはいはいはい、マスコマフジだこれさ売りやあっしはいはい、今だ誰か遅刻してきよったね、え、調子がつがとんのまたやすけべはデートをしてきたのか、いや違うデートはい、こんばんは、自分は忘年会終わりまして急遽来ましたんで、フリモの小説です、はいはいはい、はい、皆さんこんばんは、サッタラジオ祭りに参加して、その足でそのままパレットくもじの RBC の公開放送にミュージックショーの T シャツで参加したイケペイでーす超失礼、いや、チューバヤスさ曲の垣根を超えるリスナーはっすはいはいはい、そして、モーミさん今日はゲストが頭から、だからね、来てから超可愛いよ、どこの何子ちゃんですかね、だからね、これ紹介した方がいいね、自分で、はい、じゃあ、います、いつも木曜日のモーニングエイト担当してますサキミキです、よろしくお願いします、自分の番組でやったんだなちょっと感じましたね、デイジミーティング緊張してます、これ来年から席あるのでしょうかね、いや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 、だからよ、もう今やもう身の前ですからなんか緊張してるやん、そうなの、うん、本当ですか、先ミキ大丈夫、はい、みんな素人がわちゃわちゃやってるだけだからだから大丈夫よ、緊張しないよ、本当ですか、うん、これまでクニフィとかくもじ姉さんとか、はい、マリーとかオウムのゲストしか来てないからビーディーとかすごいですね、それに自分たちはあれだよあの普通の人じゃねよ、はい、フリムンって名前がつくからよ、フリムン今日は仲間に入れてください、よろしくお願いします、はい、はい、フリムンならないよはいはい、それでは、はい、じゃあ番組はいはい、でテーマから、はい、本日のテーマは来年の目標、はいはい、来年の目標、はい、でしょ、一人ずつパッパッパっていくかね、目標来年、キラキラカールちゃんあと3連勝してから横綱戦だね、おお、うん、はいはいはい、ペーペーはペーペーはもう結婚ですよ来年はい、なんで俺、なんで俺、いやいや、もういや、もうフェイスブック見る、ええ他の人と脱ぐからあのコイン届け封じのあれ出してるけど、あれ、うん、おい、どこで出会いがあるか分からないじゃん、あれ今日持ってるのか持ってはいる一応いや、またまたミキミキやめなさい、やめなさい、はい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 、コシッツさんは、はい、ちょっと待ってください、結婚は冗談ですよ、来年はちゃんとする、何がちゃんとする、いろいろちゃんとする、はいやんりちゃんとするね、名前までちゃんとしてやんねん、たんばはい、はい、骨折は、はい、あ、私来年こそは結婚、
いや違う。何このちょっとリコイリコリトイってリトイってこと結婚しにな、うん、違う。あーしこれ、はい、嫁が探しにだね。あーじゃあ、あのミキサーのエコさんは、はい、来年の目標、あとりあえずメドンと見る。いや、またない、またない。いや、去年何も言ってないって。去年は何も言ってないって。あ、やんま、まだ懲りないんですか。うん、今度探したら3回目だよね。はっさね、プロである、プロプロですか。あし、結婚離婚のプロプロいたんですね。結婚する人探す、離婚する人探すんで。はいはい、ずんちゃんは。ずんちゃんはね、あの、うん、やっぱ休館日を作ることと、来年も素敵なフリムーンの放送をすることかな。さすが一番シーじゃん。一番苦しいじゃよ。お手本。なんか昔工場の俺。一番苦しいのがよかったっすね。だからや、一番いい。ミキを排除、ミキ。サーキーとミキはですね、来年本土に行くんですよ。なので、やっていけるように頑張るのと、私も彼氏作るの頑張りたいと思います。おーおーし、待ってよ、カツラマシ、カツラカツラカモミーって何か言ったの。大丈夫、範囲外、範囲外カッチューに入ってないって。はい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 、じゃあはいはい、それではじゃあな、番組はいはいのメニュー、はいはい、いきますよ。はい、オープニングはお送りいただいたメッセージ16分頃からハイバル姉さんのいい加減な人生相談コーナーで、今はもうゲスト迎えてのひとときもやってますんで、40分頃からは名古屋支部からの中継となっています。なおメールアドレスは moon@fmgino1.com moon@fmgino1.com。 またこの番組はユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイッターも連動しているので、たくさんのツイートも待っています。この番組はシーベースダイビング中川名木流海企画、闘牛のキラキラグループ、沖縄そば金太郎、フリムーンファミリーの提供でお送りします。あと池部さん、こちらお願い、こちらお願い。チンは、はい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 、サイマル放送もやっています。リスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの場合は無料アプリリスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲してください。はい、以上です。はい、それで一旦 CM です。モミの声が聞きたくて FM 797聞いてます。ハゲは映らないよ大丈夫、皆さん優しく聞いてください。フリムーンラジオ。はいはいはい、ミキ、はい、ハゲは恐れないよ、大丈夫心配してろ。本当ですか。あ、いや本当ですか、当てめるやすごい。あっしだ、本当だったらみんなハゲてるさ、もうディージローすごい。はいはい、じゃあメールいきます、すごい、はい、早速、じゃあ僕行きましょうね。ハイタイタイフリムーンの皆さん、こんばんは、アレックスです。あ、ラジオ祭り来てなかったっすね。だからよ、クニフィ大好きなのに、うん、毎年同じ目標なんですけど、
1年間で本を100冊読むってことですね、うん、今年は50冊くらいしか読めなくて来年は頑張って100冊よちなみに最近は昭和に印刷された本にハマってます。モーミーさんは本読みますか、字読めますか。では皆さん、良いお年を、また来年ね。モーミーさんは本は読まないし字は読めません、うんうん、絵は見れますでもあの本はあれだね、ヤンバルのおバターでちょっとトイレでクスクスクシしてから、うん、この人がほぐしてから吹いてたね、終わり、はい今日はまだ折り子だけ。え、ごめん、ね、だから、ね、行ったことあるか、ね、サクの上よ、うん、デジマギそこがまたムルホン、へー、うん、売った、はい、アブルレースやっぱ、うん、読書家だから投稿を読んでてもあれですよね、うん、すごいよこれ、言葉のあれがね、うん、ボキャブラリーが、もう なんか MC もみふじりょうやじゃあ続けていきましょう、もみさん今日ガチャガチャさはとってもガチャガチャしてますよ、あ、そうだ、あ、ごめんなさい、酒ガチャしてる、はい、ラジオネームビンゴ皆さんこんばんむん、今日の来年の目標ですが、うん、今日のテーマの来年の目標ですが、うん、ラジオを聞く時間の事業仕分けをするということですね。例えば今日はね、これは60トライブでいいんでしょうかね、うん、60トライブを聞いて、うん、この番組聞いた後は、うん、アンジュさんの、うん、アンミュージック10ですかね、うん、星のギガボディ、うん、不毛、そして、うん、マイチュンのアンゼロを聞いて4時半過ぎに寝ます、うん、先みきごめんね、モーニングエイトの時間は寝てることが多いのでもそろそろ仕事や人付き合いのために一日中ラジオ三昧の生活を改めないといけないなと思ってます。話変わって質問です。 FM ギノワンのフェイスブックにギノワンシティ FM で番組の収録を行ったことが告知されていましたが、どんな番組ですか、またいつ放送されるのでしょうか。ちなみに参加されたのは田辺さんとターマースさんらしいです。では皆さん良いお年を、ビンゴさんから来てました。このタイトルはこれ全部 FM ギノワンの番組ってことかな。いや多分ビンゴさんからメール来る1回ぐらい、1回ぐらい、1回じゃないと思います。なんか数回来てくれた感じがします。 ありがとうございます。 FM ギノワンのヘビーリスナーさんなんですかね、あ、ビンゴさん多分全部でも今言った番組名は多分 FM ギノワンに全部なかったなかったあ、なかったはい、あ、ありがとうございますミキ、そらりんどって言われたいやいやいやしかもモーニングエイトの時間寝てるって寝てるんですかありがとうございました、はいはいはい、この投稿こそ事業所です、ね、すいません、ね、はい、じゃあモミ、はい、モミのあのすごい滑舌の良さをね、うん、発揮してもらおうかな。ぬぬぬぬ早くメール読んでメールあ、メールあ、番組読んば、はいはいはい、ホリモンラジオの皆さんこんばんは、今朝最低気温3度だったって、はい、大阪府、泉佐の在、泉佐市在住の泉佐の特急サザンです。はい、来年の目標は2つあります、はい、1つは今年できなかったダイエット。うん、ダイエットのダイエットする必要あるかや、なさそうな感じだけど、ね、ダイエット、うん、はい、来年こそ体重65キロを、うん、目指しますって、はいはいはい、で2つ目はお嫌いの回数です。お気泡だね、お気泡の回数です。今年は5回お気泡したので、うん、来年それを上回る回数を目指します。では良いお年を、すごい、 お迎えください、お迎えください、はいはいはい、ありがとうございます。この人は、うん、なんかこっちにも2回ぐらい来てるか、今まで。あ、3回、2、3回来てるや。いつもお菓子とか買ってくるわけさ。優しい。うん、怪しいよ。今のうちで早く友達とか。友達になってください。友達がいいはず。ちなみに50代です。でも50には見えない。自分と並んだら絶対自分の方が。うん、ま、それはわかる。見た目で、うん、それはわかるんですか、うんお前後からパチしようなでじゃあさ、はいはい、次のメール、はいはい、行きます。はい、こんばんは、フリムーンラジオの皆さん、おかしなこと言えないラジオネーム、今日も多分おかしな銀のトロンボーンです。はい、トロンボーンさん、はいはいはい、はい、今夜のテーマは来年の目標、それは、年中バラ色の、うん、で楽しく過ごしたいのと、頭の中もバラ色にかこら
年中バラ、違う、あと運を引き寄せて宝くじの一等を当てる、うん、そして宝くじが当たったら知らない土地へ旅行に行きたい、あ、もう一つは体が健康でいられるようにする。うーん、で PS 今夜のゲスト一日遅れですがおめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。誕生日だったんです、ね、ケーキの写真あ、 ありがとうございます。そうなんです、銀のトロンボーさんからケーキもらって。あ、本当にだ、はい、これをもらったんだ。あ、これね、これこんな感じではないんですよ。あ、入ってる果物は一緒です。あ、そうなんだ。誰に食ってったかね、はい、あの変態おじさんは。いやいや、めっちゃ美味しかったです。ありがとうございます。セミキ誕生日だったら気のすごいちご見ない。いや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 ダメですよ。はいはい、じゃあ行きましょうか。姉さんも張り切ってるみたい。本当、年末だから。あっし、ね、ま、もう最後だな。じゃあ最後一旦 CM、うん、CM 行って、すごいの来るよ、はい、はいよ。はい、皆様こんばんは。ハイバル姉さんの時間です。しろこちゃん、はい、ちょっと最初にいいかしら。あ、いいわよ。これ見て、あら、かわいくない？かわいくない？どうしたのバルネ。あのさ、うん、準備してたら、外でスタンバってたら、うん、出待ちのファンが、の子が、うん、姉さんの心に火を灯しに来ました。濡れるわよね。濡れちゃうわよ、これ。ちょ、ぐっしょりになっちゃうわね、うん、姉さん、すごいわね。私すぐ物でまた開くんだ、だから、うん、ロマンチックなファンがいるのね、バルネーにも。すごいわ、すごいわ、素敵。みんなこういうことをやっていかないとダメよ、私に。なんか年末っていろんなことが起きるのね。そう ね不思議だわ。ところで、あの、どなたかしら、お隣にさ、かわいいでしょ、しろこちゃんよりも数十年若くしてるな。だからそれは物差しでしかないから。年齢を私初めて聞いたから分かる。あ、そうか、ごめんなさい。イケペさんだった、さっき言ったの。ああ。どこのポットでの新人なんだよ。ちょっと言ってやりなさいよ。ここで木曜日ラジオしてます、さきみきと申します。え、さきなの、みきなの、どっちなの？まあ、2つを足して割った感じですね。割ったらまた別の話になっちゃうよね。じゃあ、さきとみき、さきみき一緒なんですけどね。お願いします。まあ、名前みきちゃんなんでしょ。はい、はい、どうなの、みきちゃんは、おぼこなの？おぼこ、あ、なんだろう、あら、最近の子、学がないわね。え、漢字にすると、はい、密通電の実に、未納の実に、うん、交通の通、はい、女、おぼこ、密通、うん、というと、まあいいわよ。あら、おいくつなのかしら。今22です。あ、のぼこね。のぼこなんですね。のぼこよ。家帰ってお母さんにさ、私のぼこだから。聞いていいやつですか。あんまり言わない方がいい。バルネ、お父さんに言ったらダメなの。お母さんならあるよ。ダメでしょ。で、どうなの、そんなミキちゃんの、はい、うん、今素敵な殿方はいんの、うん、今いないんですよ。あら、また、はい、もったいない。募集中です。で、どんな人がタイプなの、う
かっこいい人。あなた正直言うの。だいたいこういう時女の人って優しい人とか、なんか抽象的なことばっか多いんだけど、まあまあでもほらかっこいいっつってもさ、はい、いろ人によって違うじゃない、うんうんうん、ああそうですね、手っ取り早く芸能人、あ違うわね、うん、レアルマドリードの選手でおいて、レアルマドリードって、うん、レアルマドリードって何でしたっけ、もういいわよすいません、いいわよ、じゃあ芸能人で言いなさいよ、芸能人で言うと、うん、あの歴代歌のお兄さんから、まあ、ひろみちお兄さんですかね、あ知ってる名前、しかもあれ体操よ、わかんない、でも芸能人で言うと、じゃあ分かったよ、うん、2代目 JSOUL で言いなさい、あ2代目でもみんなあれ顔似てませんか、あ、あなた今軽くディスったでも大体バルネも分かってないからね、メンバーの、まあそうね、うんね、うん、何代目か分かんない、3代目じゃないんですか、2代目って言っちゃったあえてよ、バルネ、バルネ、まあいいわ、うん、何今日もメール来てんの、うん、私のファンから来てるわ、バルネ、いつ、あちょっと待って、じゃあ、はいはい、今日はさ、うん、せっかくミキちゃん来たんだから、はい、ミキちゃんに呼んでもらうかしら、あら素敵、じゃあいいんですか、読めるかしら、うわ私のファンってレベル高いわよここってこっちからんでね、うん、じゃあいきます、ハエバルネーヤンフリムンズこんばんは、ラジオネーム3代目メンソールブラザートムです、あ私のもう一番のファンの、信者の一番のファン、うん、ということでいきますよ、こんばん、あ今夜は今年最後の放送ですね、今年もいろいろありましたね、来年は鳥年、私の干支でもあります、来年こそはチキンからの脱却を図るべく毎日コケコッコをしたいと砂肝に銘じたいと思います、あ、来年は一光さんやダイアナエクストラバガンザさん、新宿二丁目のヒゲガールさんの米山ババコさんの演出とかありますか、それでは最後まで千葉利用って書いてます、なるほど、ミキちゃん、はい、じゃあこの投稿文面白くなかったところ3つあげなさい、面白くなかったところですか、うん、タイムイズマネーよまじゃあ面白かったですけどね、また誰かそういうとこダメよちなみに面白くなかったところってラジオネーム、あ、ラジオネーム3代目メンソール、いやいやそれが面白くなるつなぎもちょっとうまいと思ったけど、あ自分もうまいなと思いますじゃあみきちゃん、はい、私も時間だから帰るわもう帰っちゃうんですか、今から仕事あんのよ、あ、あのハイバルでグレーゾーンって岡間場やってるのあ一度遊びに来てね、あじゃあ今度行かせていただきます、今の録音していいかしら、何つったの行かせていただきます、わかったわ何ですかはい、ありがとう、さよならハイタイ、リューティーのテルキナタケミです、私はフラーソング、フラートークが大好き、ハゲチャビンも大好き、そんなフリムーンラジオを応援します、ハイタイ、リューティーのテルキナタケミです、ハイサイ、リューティーの日笠俊です、友人のブラックヒガラさんに代わります、わ俺はブラックトークのフリムーンラジオにハマってるぜ、やみつきになるぜ、聞いてるか、おいイケベ、そんなフリムーンラジオを応援するぜ、ハイサイ、はい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 、次、はい、うん、あ、さきみかわいそう飛んだ飛び火だったわねバルネからのもうバルネさんあんな感じだから面白かったです、じゃあメールいっちゃっていいですか、エコさん、はい、はい、ラジオネーム一八ユーミンさんです、はい、ユーミン、はい、はい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 、はい、フリムンの皆さん、はい、たい、来年の目標はとにかく1キロ減らすを心がけることですねって今年はプライベートでいろいろありすぎてかなり太ってしまったので、うん、4代縛りますかっこ汗、来年もゆたしくございます、ではでは、ありがとうございます、ありがとうございます、はいはい、ユーミン、ユーミン太っちゃったの、3年前からひっちり電話してるけど、うん、電話話してるけど1回も会ったことないわけ、あ、そうなんすか、ユーミンよ沖縄のお笑いが好きでよく来てから、うん、だから、FEC の芸人がみんなわかる顔見て、そんなにすごい、あれってあの結婚するんだったら沖縄にしろって絶対、だから志村けんっていうのを紹介するかなって言ったけどどうかね、イケペンも空いてるよ、いやさ、あそうなんすか、うん、ちょちょ一発ユーミン、ユーミン、あーユーミンと結婚してじゃあ来年やります、やるよユーミン、はい、お呼び越し、お呼び越しなんで2回言うはい、いきます、
はい、さーい、フリムの皆さん、名古屋の皆さん、ギャラリーテル牛乳屋さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。至って真面目で気の弱い白棒兄やんです。あはい、今日で今年の放送最後だね。締めの放送だから、池平さん、うん、隣に座ってる鉢巻きの中からお月様が昇ったようなの見てビシッと締めてよ。さて来年の目標ですが、ビューティーの今日はいい日には飛び入り参加したので、サッピーさんのハイハイハイに飛び入り参加することだな、うん、なんで他局なんだって。フリムーンラジオは悪が強くて怖いさ。特にスキンヘッドのボスキャラと戦うだけのレベルアップしてないからね。でも白い姉さんが癒してくれるかな、今年楽しませてくれたフリムーンの皆様、ありがとうございました。年末年始は忙しかったり気が抜けたりするかもしれませんが、体調にはお気をつけください、うん、来年も爆笑のフリムーンラジオに期待しています。はい、ありがとうございます。白い姉さん、わわけして怖くないの？それ隣のミンタマが怖いわけよ。ホワイティさん、そんなに目パッチリじゃないっすよ。あ？アルビーの目、隣に行くし、隣よ、隣に行こうよ。隣のそこ。いつ木曜に来てるんですけど、はい、自分で読むのはちょっとあれなんで、はい、ミキちゃん呼んでもらっていい？あ、いいんですか？はい、うん、やめるか。ちょっとこれは自分では。なんで？はい、じゃあ行きます。はいはい、ハイタイ、メール初めて送るかも、はい、噛みつきばあちゃんと申します。はい、ありがとうございます。ツイキャスで聞いたりはしていましたが、メールを送ろうするけどいつも途中で終わってるからさ、ほら、名古屋ダンサーズの味噌煮込みスキー、うん、滑り卵こと王子あ、王子、もう来年東京行かさん。すいません、もう一回読みます。滑り王子ことマスクマンが来沖の際は必ずお店に来てくれます。あ、はいはいはい、味噌屋です。今年の目標が毎日味噌汁を飲むことでしたが、毎日とはいけませんでした、うん、なので今年は引き続き味噌汁を飲むこと、なぜなら味噌はとても体にいいから、密かにお店の PR ほら ですね。してから来年こそは少しダイエットして膝の痛みを和らげないといけない。そして人に毒を吐く、すぐ毒吐くのをやめんといけん。イケペイにイケてないのにイケメンペインターって恥ずかしくないか？なんて。ちょっとそれか、イケペイに変わったのはそのせいか。で、ね、初対面で言ってごめんね。ではではまたメールしまーすって来てます。イケメンペインターに懐かしいや。ね、懐かしいね。ミキちゃん、これ説明するとですね、はい、2年ぐらい前まで、はい、僕旧姓のラジオネームがイケメンペインター系だったんですよ。あ、そうなんですか。で、ある日、はい、リスナーさんのやってる居酒屋に行ったら、はいはい、お姉様方が、はい、リスナーのお姉様方が数名飲んでらして、はい、で合流しようかってことになって、はい、自己紹介した時にこのお姉様方リスナー3名ぐらいからドカドカ言われて、はい、あんたそんなでもないよ。正直ですよと。ハンサムがこういうラジオネームつけたら嫌味だけど、はい、ボケなのがやるからボケなんじゃないですかみたいなの言ったんですけど、もう心折れて。その飲み会終わり、お家帰って熱いシャワー浴びて。つらい。それからですよ、翌日から各局にイケメンペインター系、改めイケペン、はい、1ヶ月起きて、やったね、聞いてたよ。ROK には似てるの色分かる。恥ずかしい。イケメンイケペ、うん、イケメンイケペっていうのまた本当ですか。どうなんすか、自分のラジオネームにイケメンってつけるってバカじゃないですか。バカじゃないですか、どうやめや。イケメンありそうとか、だからさ、ありがとうございます。だからよ、人に歴史ありですね。そうですね。素敵、はい、面白い。OK、うん、入っていいですか。はい、はい、皆さんこんばんは、宮古島ぴゃむぴゃむです。はい、ちょうどいい。はいはい、ちょうどありすけべ。はい、来年の目標、いつもは毎年お決まりのダイエットするが目標なんですが、なかなか痩せれないので目標を変えることにします、はい、来年は遠恋を終わって遠距離恋愛ね、いつでも会える距離で頑張りたいので、うん、目標は好きな人と結婚する。おい、チンチンしない、チンチンしない。目標だからどうなるかわからないけど頑張ります。モーミーも頑張ってねって。頑張ってる、いつも。はい。足がこれよ、去年すごい、なんていうの、紹介したくせ自分がよ、はい、足でトン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 進んでからよ。おー、はあ、もうすごいすごいよ、もう。二人よ。二人。やっぱり、うん、自分が紹介したわけさ。ああ。で、仲良くなのさ。
一つメール来ないよ返事も来ない返してもよどうなってるかっていうのこれだけダブラブラなんだはずや、うん、あダブラブラにミキワンブラブラブラさせて言ってごらんいいんだよ面白くないときは笑わないでもいいんだよ本当ですか本当ですか本当ですか本当なんだよ人間たまには正直に言うと疲れるよ。いや、もう一回、いや、あとから、前を大変名号さそこで。はいはい、次はい。はい、じゃあ僕行きましょうか。はい。ハイサイフリムーンラジオの皆様、グブリーサビラ、今年中にホワイティ西原さんに一度は会いたいと思っている、浦添のしんちゃんやいびん。今夜のテーマですが、来年の目標ですか？ないです。あ今年のように各イベントに参加してリスナーさんたちとつながりを深めることですかね、うん、金花壇のモーミーさんやゆうたろうさん、しんやさんのキラキラ組の一員にもなったのでピンクのポロシャツを着て仲良し3人組で闘牛の観戦も増やしたいですね、今夜も楽しく聴いているさね、リクエストフリムーンステッカー希望、あステッカーを欲しいにでゆたしくですとごめんリニューアル中だからもうちょっと我慢して、うん、ゆたしく最後のゆたしくですが、うん、西町のゆたしくですって、うん、いつもこんなだよあの OK になってるからやどうしてくれましょうかね住所全部言いましょうかねでもしーちゃんお願いしますねまたキラキラグループ、ね、また来年また華やかしますので、うん、はいはい次はいじゃあ行っていい、はいはい、そんなしんちゃんを続いてですね、フリムーンネーム、エイミー姫でーすって。はい、エイミー姫、はい。はい、フリムーンラジオのスタッフの皆さん、名古屋チームの皆さん、ゲストの、うん、ゲストさん、さっきまみきさん、はい、ようこそフリムーンラジオへ、フリムーンズリスナーの皆さん、お疲れ様です、今日のテーマ、来年の目標ですね。今年の目標を立てて3キロ痩せるに挑戦しました、うん。頑張って3キロ落としたのです。40キロ台から1キロ落とすの大変だけど、3キロは大変ださーって。言い訳すると息子が体調悪くヤーグマイ家の中にいること、息子を痩せて私は太った笑って、家にいると外にいるより太ります私だけかね私家の中でずっとガサガサ動いてる洗濯1日3回回してるけどな目標3キロ痩せるです、来年はダイエット頑張ります、餅を与えないでねって餌餌ねこれあれかエミ姫か、うんこれえあれから3キロ落としたデイジロもうやばい、ね、めっちゃ痩せてるけど、うん、これは一回自分がハグしてから、はい、あの、うん、肋骨折ったっけよダメもうもうちょっと太れたの犯罪だよ肋骨折るエピソードとエコさんの冬に半袖ですけどっていうとか、うん、もういいんですよ定番なんですね、まあ、障害だからねもう障害罪だからだって何回も受けたか一回受けたから同じ話、うんそうエミさんジュース飲んで頑張ってまずいジュース飲みながら聞いてるってはい、はい、じゃあ、僕行きましょうかはいよ、はいタイトル倉敷ののんぺと申しますはいのんぺさんはいこんばんは池ペーさんモーミーさんフリムーンラジオの皆さん佐喜眞美希さん名古屋チームの皆さん、はい、お元気ですか、今日のテーマ来年の目標はまずはダイエットをしたいです、うん、ダイエット多いです ね、 ダイエット多いや5キロを目標に挑戦したいです、うんでも小食の私には無理かな毎日私が4合のご飯、うん、みかんや菓子も食べてやっぱりこの目標はやめようかな、うん、もう一つは家の中の片付けむちゃくちゃになっている部屋をきれいにする、うん、嫁さんにこのガラクタをどうにかしてとずっと言われ続けています、うん、嫁さんも結構自分のものが多いけど自分のものは別と言われ反論できません自分にとっては宝物です、うん、相方にとってなんで嫁さんって言ったのいきなり相方ってなったんですか相方にとってはガラクタだから皆さん、うん、自分にとっては宝物だけど他人にはガラクタなものは家の中にありませんか、うん、自分にとってああ自分の中では宝物だけど、うん、あ他人からしたらガラクタなものありませんか皆さん風邪をひかないように気をつけてくださいねまたメールしますバイミーありがとうございますこれ自分の中でみんな一人暮らしだから、うん、あれじゃないかそうだよ一人暮らしの人たちはいっぱいあるんじゃないあのその前にあの恒例の、うんうん、のんぺさんの恒例の添付ファイル3件なんですけど、はい、あれ何個浴びるのゼリーですかねゼリー何だろう雨ですかね、うん、コロロロココ何ですかこれこれ沖縄では見たことないやつさやうちなうて売ってるよあそうなロココ、ゼリーでしょあゼリーあゼリーなんだドンキにありますドンキ、はい、ドンキ鈍い器なよく ミステリーで使われるやつな殺してしまうやつです、うん、あと、真ん中が、
あ、これぞピンボケってぐらいピンボケしてるんですよ。無やか俺で、3代目がこれはチャーハンですかね。チャーハン多いね。いつもさ、この時間にのんぺさんは美味しそうなものを乗せてくれるわけ、うん、辛いわ。優しさという名の嫌がらせだわけ。ありがとうございました。じゃあ行きます、うん、1つ、うん、オッケー、うん、超短いのあるよ。あーっと、うん、こっち行こうかな。自分が持ってるの、うん、はいよ。はい、こんばんは。フリモンメンバーの皆さん、うん、ゲストの佐喜真美希さん、リスナーの皆様、兵庫の C さんの嫁、みーさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今年も残り4日ですね、うん、皆さんいかがお過ごしですか、うん、私は今日歯医者へ行ってとうとう奥歯が2本ないまま新年を迎えることになりました。また来年ねって歯医者で言われて帰ってきましたって。はい、続きいいですか。あ、すいません、うん、ちょっとガラスの向こうに心霊現象が、はい、知ってるよ。はい、物が食べにくいのでずっとあまり噛まないで、はい、爬虫類のように飲み込んでます。喋りにくいし。で、そんなことで来年の目標は完璧に歯を治療して美味しいものをいっぱい食べて、はい、地元で三振ライブをどんどんやっていくことです。はい、老人ホームや市役所で最近ちょこっと演奏させていただいてますが、うん、もっと自信つけるために回数を増やしていこうと思います、うん、早引き頑張るぞということで、はい、皆さんにとっても良い年でありますように。で、まったやーって。まあ、ありがとうございます。すごいね、三振やってるんだ。三振やってるんですね。でも歯は大事ですよね。本当思います。僕も左右に未処置の歯があるんで、うん、奥歯で何か噛むたびに菌が入って膨らむんです。大事ですよ、歯は。早くもそういればなりたいもん。いや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 、そのが楽じゃないですか。昔から憧れてるんですよ。嫌じゃない、そういればに、うん、出てきたら嫌じゃない。ポコッそういれば毎日それはそれでまた美味しいじゃないですか。ポーンって、いやよくあのろうそくの火消すおばあちゃんがポーンとかって、これを狙ってるんですよ。狙ってる、狙ってる。目も出て歯も出てる。自分で言ったな。自分次何が出るかな。もう焼けです。身が出る。身が出る。身が出る。もう焼けっぽいですよ。はいはい、行くよ。はい、はい、あ、もうそう、もう身が読める。メールが来た。嘘。いひひ、はい、はい、牛乳のひふみです。はい、1、牛乳屋のひふみ。はい、2、何かやる。はい、3、以上。ああ、読めました。おもみ拍手。はい、読めた。噛まずに読めた。素敵なメールありがとう。みんながもみさんを甘やかす。読めたよ、うん、でもひらがな噛んでたよ。ふひみになってたよ。ひらがなやカタカナつけないと上に。ふひみになってる。カタカナにひらがな。はい、メールに、ええ、あと1つ短いの、あと1つ、はい、はい、フリムーンラジオにお集まりの皆様、名古屋の皆様、はい、東京から世田谷のコーラゼロです。あ、よろしくお願いします。はい、さて来年の目標、楽しくラジオライフを過ごしたい、うん、リューティーのライブをたくさん見たい、もう少し幸せになりたい、かっこいろいろな意味で笑って。では最後までちばってくださいねってね、素敵な添付ファイルもありがとうございます。はいはい、どんな添付ファイルでしょうか。なんだこれ。どこ撮ったのかな。フラーって書いて、フラーありかかっとんのや。素敵なレンガの壁にフラーって書いて、ナイチの人はもう世田谷のコーラさん、はいはい、これあれ、あれじゃないか、レンガに、これテープか何か、レンガなんかあれなの、なんか建物の名前なんじゃない、うん、あ、うん、アジュニか、うん、なんとかフラーって。あとごめん、いついいかな、短いのあるけど、はい、デコポンさんから、はい、デコポンさん、はい、来年は臨海で皆様と対面したいですねって。ああ、デコポンさん、プラス、はいはい、マスクマンにサインもらえてます。あ、マスクマン人気あったや、ね、すごいよミキちゃん、ね、はい、うちのメンバーで、はい、名古屋からにいる人がないんだけど、今回ラジオ祭りと RBCI ラジオのイベントに来て、うん、逆にリスナーがパーソナリティにサインするっていう、すごい現象です。カンナの国フィーに渡してたんです。超メモ帳。しかもリスナーさん他にもサイン求められて結構大盛況で、うん、それを軽く嫉妬してるのがモーミーさん。嫉妬してない や, いや、してたしてた、言ってたでしょ、居酒屋で。相当や、悔しいんばよ。言ってたや。マスクマン今聞いてるの、はい、本音じゃないよ。あ、頭にも隠してるに、うん、はいはい、じゃあ、さきみき、そんな名古屋チームとつなげるから、はいはい、あ、本当ですか。クリオクリームから、クリオ読んで読んで、名古屋さんにです。マスクマン、まあ呼び捨てなんで、マスクマンじゃないんです。おや。名古屋のダンサーズでございます。はい、こんばんは。
こんばんは。いや、楽しかったですね。だから最高だったね。ねえ、ミュージックさん。23、24と。うん、あ、ちょっといい、あ、ごめんなさい、今、うん、これ真面目な話、うん。緊急地震速報が出ております。はいはいはい。茨城県、福島県、うんうん、栃木県で緊急地震速報が出ております。あ、う、ら、ん、揺れに注意してください。あ、う、あ、ん。はい。震度とか分かるの？緊急地震速報です。あ、はいはい、揺れに注意してください。はい、ありがとうございます。でかいって白棒にも入れてますね。茨城県で地震です。来てるみたいな、ね。強い揺れに警戒してください。はい、はいはいはい。はい。本当ラジオ祭り楽しかったです。あ、こちらこそもう とってもあれマスクマン大成功だったね、そうですね。どうしてね、この一リスナーが。パーソナリティに作用するというこの逆輸入パターン、これすごかったですね。逆とはアリアンバはなんていうの、滑る人っていうのめったにいないさ、これネタにしてる人は。いや、もうこれはこれでいいかと思います。あ、ちょっとですね、いいですか、今、うん、緊急地震速報で今、茨城県北部で震度6弱、あ、 6？ 大きさ震度6弱です。はい、詳しくは NHK を見てください。ですね、はじめまして、さきみきさん、名古屋のダンサーズでございます。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、モーニングエイトはですね、はい、実は、さきみきさんの、時間帯は聞いております。あ、本当ですか？けど、はい、聞いてるんですけども、車を運転していますので出せないんですね。はい、いやいや、ありがとうございます。聞いてくれてるだけで嬉しいです。車運転中で、はい、運転しながら聞いておりますので、また時間ある時にまたお送りさせていただきます。ありがとうございます。ということでですね、まあラジオ祭りの話もちょっとさせていただいてまして、本当に楽しく、2日間ずっと、うん、セルラスタジアム前の広場でおりまして、はい、皆さん、リスナーさんともいろいろとお話をさせていただきまして、うん、有意義な生活、有意義なことをさせていただきました。また来年も行きたいなと思ってます。ね、そこの、ツルピカさん。タマさんの頭をですね、触りたいという方、いっぱいいますので、またですね、サイン会とともにですね、整理券を配って、タマさんの頭触りたいということで、配られた方がいいのかなと思います。マスクマンのそばでもう座ってからもう、あれかな。自分のサインはいいけど、だから頭触らせてから、ね。そう。すいません、二つともクソどうでもいいです。整理券が配られたら面白いのかなと思いました。ということで、この同じくラジオ祭りに参加してた、はい、ものに変わります。はいはい。スタジオの皆さん、こんばんは、みそみこみすきーでーす、まあまあはい。参加したものですか？はい、はい、参加したもの、その2でございます。そうなんです。びっくりしたのは、滑り王子マスクマンのサインがですね、私は最初、王子が強制的にみんなに押し付けてるのかと思ってたんですけども、うんうんうん、意外と、リスナーさんから、サインが欲しいという要望があって、それに驚いております。既得な人が多いですね。ですね。で、あとですね、同じくモーミーさんの頭に触りたいっていう方も意外といらっしゃるんですけど、あ、そうね、その、モーミーさんの頭にも触りたいっていうのはなかなか言い出せなくて、そうなんです。きっとですね、頭を触る会とですね、王子のサイン会をですね、同時開催したら結構大盛況になるんじゃないかななんて思ってます。みそりさん、これ、ビッグビジネスの匂いがしませんか？してきた、プンプンしてきた。冬だったらカサカサしてからちょっと潤いがないからよ。あれも本当、実はですね、私、モーミーさんの頭をですね、ちょっと触った時にですね、うん、割とちょっとペタッとした感じだったんですけれども。ぬるじゃないか、ぬる。そう、ミネラルミラクルさんが触った時は、うん、なんかちょっと産毛っぽいって言われまして、あ、季節によって違うんだっていうことがちょっとですね、分かってしまいました。冬になったら、髪が生え変わってから、生え変わりはしないけど、伸びるのが早くなるわけよ。なるほど、なるほど、そういうことなんですね。サウロお兄さんからですね、ツイキャスコメントでですね、うん、僕はあえてマスクマンさんのサインもらいませんっていうね、うん、もらいません発言されていらっしゃいます。それがマットなコメントです。
あとですね、さっきミキさん、はい、ちょっとさっき笑わかしいただきましたけれども、あの滑り卵ではないですよ。すいません、すいません、王子ですね。さっきミキさんも滑ってた感じを思いますけど、あのじゃあ本家本元の滑り王子に変わります。本物、本物、はい、本物出るよ。はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。滑り卵でーす。めっちゃすいません。あのねいや、全然いいですよ。あのね、もう、これでですね、ミキさんもね、はい、滑り姫、一番近い人になりましたね。本当ですか？本当よ。僕と一緒にやりましょう。ちょっと心強いですね。何、仲間を増やそうパーなんですか？だってね、一人でね、王子をね、頑張ってるんですけどね、なかなかきつい。あとそれとですね、ラジオ祭りの時ですね、サインをいっぱい書かせていただきまして、うん、やっぱりフリムラジオの宣伝になるかと思いまして、頑張って書きました、うん。でもやっぱりね、モーミさんに書かせてもいただいた時は一番いいですね。やっぱり、ね、下地が違います。うん、滑らかにね、書けるもんですからね。綺麗にできましたよ。チボロに頭。すごいよね。うん、動画スラスラ書いてたよね。でもあれね、うん、かなりたくさん書きましたんで、本当にね、スラスラ書けるようになっちゃったんですよ。本物だ、本物。やだ、本物になってきちゃった。本物、本物。ただの素人ですけど。そうだよ、本当に素人のおじさんのサインよ。来年もっと楽しみやさや、これで。うん、だから、このせいで、はいはい、あれだぞ、今日はメールが増えてるんだぞ。うん、あ、ありがとうございます。卵か。卵。卵パスタってあったさね。あ、卵王子ってよ。二次元ってさ、自分は違う、あれ。自分もよ。パスタ王子。パスタ王子さや。卵パスタってばっぺってたって。これのおかげだよ、モーミー。それのおかげで俺店探せんかったってば、最初。わも王子と卵ばっぺってた。間違ってからよ。もうそろそろ時間になりましたんで、はい、名古屋中継を終わりにしたいと思いますけども、皆さん、今年はどうもありがとうございました。また来年も滑りますよ。あ、まだまだ。どうもありがとうございました。来年もよろしくお願いします。来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。閉店ガラガラ。さきみき、犬に噛まれたと思って忘れてね。で、軽い怪我。すごい。ごめんね。いやいや、全然面白かったです。はい、そこで、はい、特別に。はい。さきみきさんが、はい。昨日、ああ、生まれ B だったということで、はい。スペシャルゲストに来てもらって。誰ですか？さきみきを祝いたいの皆さんです。ええ、本当ですか？はいや。はいよ。すごい。すごい。はい。いやすごい。はいどうぞ。海の。あ違う違う。自由か。海の。あ人の番組でビジャーさないでください。はいはい行きますよ。あ、すごい三振で。Happy birthday to you。 さあさあ。Happy birthday to you。 なきいち。 Happy birthday to you。 おめでとうございます。 Happy birthday to you。 あ、ありがとうございます。かわいい。はい。ユーディさんですね。はいやいや、さっさー、ありがとうございます。風味化していいですか？風味化してプープープー。ありがとうございます。やったー。なんか今日初めて会った方も多いのですいません。何かまあ本当のことを言うと裏話すると、はいはい、このケーキさきみき自身が自分で買いよったんですけど、いや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 、自己、いや自分ありがとうございます。今日はるばるこの花粉叩いてくれた方は、はい、いつもはLA でミュージシャン活動してるんだけど、はい、じゃあ今日のために特別に、じゃあ本当ですか、豪華自己紹介だけしていきたいということで、だからね、はい、シーザーあり、待って待って、自己紹介、ちょっと自己紹介だけして、はい、せめて来てもらったんで、朝と何でしたっけ、うん、カタキンマギーのひふみ
かもうさ、だから紛れだってるから最近まっすぐ歩けんばまたですか右に右に、だから説明しよう。ヒーフーニーアンとはどっかの袋に水がたまる難病に侵されているリスナーさんなのだ。半年で一回水を食ってよ。いや、ガチだ。安静バイラーラありがとうございます。すごいすごいね。ありがとうございます。ね、分かったでしょ。人間どんだけハンデを抱えてもあんだけ明るく生きていられるってことなんだから、ね、水溜まってもハゲてもみんなみんなまで水溜まっても大丈夫なんだよ。みんなまで水だったのね。溜まってるんですね。深海から上がって、深海から。いやでもおめでとうね。何歳になったの？ありがとうございます。22になりました。なんでよ。なんでですか？22です。ピッチピチだな、うん、いやまだシャワー弾くでしょ、うん、弾いてますかね、わかんないです。結構でも浸透 弾いてるよ。しますよ最近。頭だけ弾くわけシャワーよ。俺は腕だけ弾きました。本当ですか？すごいね。軽で頭だけこれキャバクラでの持ちネタでした。はいはい。本当には負けてるから、ね。ありがとうございます。2ね、うん、あのまた来てるので、うん、誰がいいかな。何ご指名？だ、番組。どうぞ。うん。調子の。何？ダメだな。いや見た前これ。何かけちまる。はいはい。これなんだろう。はい、先みきえ。はい、お先みきえ。本当ですか？ガムをくちゃくちゃしているアメリカンスタイルな僕ですって。ああ、わかりました。モーニングエイトのリスナーさんなの。リスナー。はい、いろんなところでお世話になってます。よくガム噛んでる方です。あ、そうなの。本当にそうなの、ね。はい、先みき、最近お帰国のラジオ出てるね。密かにあなたのファンです。ありがとうございます。では、脇毛をむしり、階段に散らしながらラジオ聞いてますね。先みき、ファイト。え、なんですか、先みきのファンって変態がいいの？いや最後聞いたらわかるよ。よぎしこ匿名希望ジャパン。変態しかいない。裏切らないね。散らされちゃってるわ、階段。すごいですね。何、今の投稿文にあった、はい、お帰国のラジオって何？そうなんです、うん、日曜日にコザでやってるお帰国ステーションっていう沖縄国際大学の学生がやってるラジオがあって、へえ、そうなんです。でも時間がなくてちょっとしか出れないっていう。あ、他の人は出てるわけ？はい。で、自分一応卒業したんですよ。時たま時間が空いた時に出るって感じです。はい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 。そうなんですよ。ありがとうございます。ラジオ好きなんだね、やっぱね。ラジオ好きです。ね、あ、はい、聞きはする？たまに。で？いや、ラジオ好き。ラジオじゃ出る方が好き。いや、出る方が好き。そう。じゃあ原付なんで。聞く暇がないんですよ。あ、そうね。おい、なめんな。このおっさん。はい。さっき FM 沖縄からこっちまでゲンチャリで来るのにずっとイヤホンでラジダブ聞いてたからね、そうね、そんなことするから事故るんだね。3月前あっち事故ってね、あばら響いてるんだね。本当ですか？最近冷えてきたからまた痛み出して心まで折りに来やがった。大変な自慢で自慢にならないからね、原付とラジオはね。メールあるね、もっと。あ、じゃあ、OK、じゃあ。いや、でも、今日が今年最後の放送です。まだ、うん、1分よ、はい。あ、いえいえ。今日、だから、最後の連絡だから、うん、来週、じゃあ、来週のあれ、話してからね。来週、はい。はい、来週1月4日のテーマですね。うん、新年、早速飲みましょう。フリマ的新年会、飲むぞあー、モミさん、ノモさん、これ、いつもこれ、飲んじゃってる。三品茶じゃないんじゃないです。なんかすごいカジャしてます。三品茶で割ってるだけ。しかも、相当ドス強いはず。開けるたびにカジャがプンプンしてくるだろ。スッスッって入ってくる、鼻に。見てごらん。こちら気合入ってるよ。何の話よ。水はじきますね。来年は来年じゃあ1月4日ですね。なんかいろんなお便り待ってます。もうね、フリーで。飲みながらでしょ。内容なんかフリーで、もう全然飲みながら。一緒に飲みながら。また来る？もし時間が合えば。飲むんだよ、来たら。あ、本当ですか？来たら飲まないとダメだよ。あ、落ち着いてんじゃないか。あ、大丈夫、こっちの中で寝てないで。こっちで寝るよ。あ、ヒルキ送る。あ、本当ですか？お願いしよう。ツイキャスで参加される方も、もしよければ。だからね、一緒に家で飲みながら、飲みながら、お家で飲みながら、自分の中でコミュニケーションしてよ。この方が最高だぞ。楽しそう。ね、だから、やろうかなということで。一回みんなで飲んでやってて。はい。で、年明けて、まあまあおめでたいうち、はい、まだやろうかなから、うん、あ、ただ注意事項いいですか、はい、
焼き鳥禁止です。はい。焼き鳥。焼き鳥はダメだそうです。ダメだし出ましたので。中で食べた時すごい。もうあれ。その日その日抜けなかったって。あら。いや。申し訳ない。まさにフリームーンラジオ。はい、そういうことで。はいはい、焼き鳥禁止だそうです。はい、まあ、良いお年をということで、はい、はい、締めましょう。うん、今年いろんな人とお世話になったからだから、はい、みんな、はい、じゃあ自己紹介しようね。うん、はい、うん、最後に MC もみやびったん、はい。はい、ホワイティーでした。はい、あと、ミキでした。皆さんありがとうございます。じゃあ、はい、また、あ、ごめんなさい、どうぞ。ミキさん、ネコザイルでした。はい。はいはい、また来年をよろしくお願いします。振りもの骨折でした。はい、はい、肋骨が痛み出したイケペでした。ありがとうございました。はい、じゃあ、はい、DA 美咲バイバイ。ひとびんもだな。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。